拷問対決なので、ある意味夢の対決でもあります、夢の共演でもあります、ね、そうです、ね、まず拷問対決って普通しないですか。そうなんですね。そうです、すいません、知りませんで。いやすごいぞこれは。はい、岡野さんももう早くやりたそうな、あそうですね、動きですね。あそうですね。いやすごい、倒してやろうと。お子様からもねコメントがあります、言わんばかりにね。はい、岡野選手を待ち構えてますね。ジュニアくんというコールが、ジュニア言うたら我々やったら千原ジュニアさんもいますね。いやそう、千原ジュニアまた違いますけど、ま違うね、中村ジュニア、はい、中村ジュニアさん、あお、あお、お岡野さんもしっかりジャブ振ってきますね。こちらキックルールですね。おさあ中村ジュニア選手早いね。そうです、早いですね、はい、ただ岡野さんもねこれ真っ向から打ち合ってますね、はい、殴ってこい殴ってこいと言ってます、はい、エキシビションなんですが、はい、2人ともパンチ力あります。いやあの動きでなんで引退するんですかね。いやそうなんですよね、まだやってほしいんですよ。全然できるんじゃないですか。かつてあの尾身川道博、はい、そして宇野香織とも戦って、はい、宇野香織選手に勝ってますからね。勝ってるんだよ宇野香織選手といえばもう、はい、このね総合格闘技のパイオニアと言われてましたから、はい、それは僕も知ってますからね。知ってます、はい、その選手から勝ってるんですから、ね、あさあお子さんからもジュニア君というコメントが、はい、泣きながらお子さん応援してますよ、もう最後と分かってるんですね。そうです。さあただ岡野さんも、はい、岡野選手も攻めてこいと言ってます。決して手を抜くことないですからね。ないです、はい、ちょっとこれは僕もですね、はい、ちょっと写真を撮りたい。写真を撮っちゃうというね、これはねすごい、実況がね写真を撮っちゃうという、非常事態ですけれども、ごめんなさい、まあしょうがないです、これはね、これはちょっと伝説の試合なんです、いません皆さん、お咎めなしでお願いします、すいません、はい、これはちょっと感動ですよ、そうですよ、宇野香織さんに勝ってんのすごい。宇野香織さんに勝ってるすごいね、現役バリバリですから、ただ岡野さんもこちらで、ね、すごいですね、特別ルールでね、これエキシビションルールなので、ちょっとあの、はい、中村ジュニアさんには、はい、あの怪我をしてるということもあって、はい、こうやってギアをつけてるんですよ、ヘッドギアつけてる。岡野さんちょっとあの、笑みがこぼれてるんですけど、やっぱ笑ってるんですかね。そうです、楽しいんですかね。楽しいです、やっぱり最後にねこうやって戦えるっていうのが、ね、嬉しいんでしょう。嬉しいですね。そうなんです、子供の応援が泣けてくる、そうです。いやいやさっきは西さんも泣いてた。泣いたよ子供たち、思い出させないで。そうなんです、さあ子供たちの気持ちにも応えたい。はい、これは今第6試合です。さあただ岡野さんもねついこの間試合したばかりなので、はい、よくこの試合受けたなと思うんですけど、あそうです、子供たちの応援が泣ける、まあ、選ばれて光栄っていうのもあるでしょうね。そうです、やっぱりマッハ道場のね子供たちが今来てますから、第1ラウンド残り時間30秒。さあ残り30秒です、はい、ただお互い真っ向から行ってますね。いや中村ジュニア選手も引退本当はしたくないんですよ、まだ戦いたいっていう気持ちがあるからこうやって進めるんですよ、エキシビションなんですけど、岡野さんもね残り10秒しっかりパンチで応えてます。さあセコンドからも攻めて終わろうという声、さあ最後あ詰めてます、ね、第1ラウンド終了です。これより1分間のインターバルに入ります。あと1ラウンドあるんですね。トンさん今どう見ますか。今はですね、これ勝敗関係ないんですけども、関係ないですけど、勝敗関係ないんですけども、中村ジュニアさんもしっかり攻めてる、はい、で岡野選手もしっかり返してるんで、返しますね、もうこれエキシビション勝敗関係ないですけど、はい、お互い燃えてます。10対10です。もう面白くないとか言ってるってダメですよ、これはもう感動の試合ですから、引退試合ですから。そうです、この一人の男の生き様をしっかり見てください。そしてラウンドバルさんも見てください。ラウンドバルさんも見てください。中西さんそっちがメインみたいな、僕とそれを見てますからね。そっちメインちゃうから、足を見てます、試合全然ちゃうから。あ、間違えた、これメインじゃなかった。セコンドーセコンドー、こっちの方が可愛い。挑んでたでも楽しい誤差もすごい。そりゃ そうなるわな。ファイナーラウンド、しっかり見といてよ。はい、そう、さあ、そうなんです、これはねエキシビションなんで勝敗関係ないんですよ、同じ同門対決で。最後大きい晴れ舞台でね、最後の大きい晴れ舞台。ただね大怪我からここまで復活した中村ジュニアさんがすごいということですよ。そして試合に出る勇気ですね。そうです、そうですよ、それがすごい、そうなんです、これはエキシビションなんで、はい、勝敗はないです。
勝敗あるんですけど、ええ、もう引退するんです、うん、ただ普通エキシビションってもう軽く殴り合うんですけど、はいはい、これはガチですね。ガチですね、はい、今のところ本当に見たら、はい、さあ中村ジュニアという男の生き様を見せてほしい。子供たちの声も届いている、中村ジュニア。ただ岡野もしっかり右のパンチがこれきついんですよ、岡野選手のパンチはね本当に一発で、これはさあ倒しました。急遽これ総合ルールになりますよ。急遽総合ルール、これ元 K1 これはエキシビションルール。あ、はい、キックボクシングルールでしょ。キックボクシングルールなんですけど、まあエキシビションなんで、あ、ノリで OK ということで、とノリというかノリじゃないあの勢いで OK、 引退だからノリじゃない、あ、ノリというか勢いで、はい、岡野さんも寝技もね選手ですから、あ、それに応えてます、はい、あ、ここで、あ、ここでアメリカ人選手が来てくれました。アメリカ人選手が椅子せっかくなんで真ん中置いてもらいましょう。さあ皆さん、アメリカ人選手が来てくれました。この試合には1秒の勝敗はありませんが、あえて言わせていただきます。勝者中村ジュニア、中村ジュニア勝利。最後の1対1、この試合は2ラウンド1分20秒を勝たるために言いまして、勝者中村ジュニア。さあ皆さん、今中村ジュニア選手の試合途中なんですが、ここで来てくれましたアメリカ人選手さんです。ただいまの試合は2ラウンド1分20秒勝たるためによりまして、中村ジュニア選手が勝利を勝ちました。中村ジュニア選手には勝利者賞といたしまして、どうでしたか、リターンショットを隅堂橋で様より俺が上げると1秒上げられます。見てる人で最高の勝利って1000人超えました。アメリカ人選手のあの試合見て感動したという人も多かったんですが、今皆さんにしたことありますか。それではこのように中村ジュニア選手の引退式を行います。準備ができるまで今しばらくお待ちください。この後中村ジュニア選手の引退式を行います。準備に整いますので今しばらくお待ちください。約1ヶ月しました。あ、そうですよね。なんかいろいろ怪我とかもしてたみたいで、それでちょっと大変だったんですけど、よく復活してこうやって勝ってくれました。相手のカマキリ選手どうでした。みんな弱いって言うけど強い。いや、すごい気持ち強かったですよね。自分より上手いよ。いや、本当にね、僕実況でも言ってたんですけど、アメリカ人さんがコーナーに攻めて普通だったら倒れるんですよ、あそこで。ただしっかり左フック返してたんで、ちょっと途中嫌がってましたよね。ボディが当たりたくなかったんだけど、はい、ボディ一発に当たって入ってましたよね。それではだけど、これより中村ジュニア選手の引退式を行います。これ倒れなかったら、うん、なんとか手出さなければいけない。中村ジュニア選手に言われたらより、あ、めちゃおめでとうとハートも来ました。ドキドキのキッチン、ありがとう。まずは
まあね、みんな引っ張ってもらってね、そんでそのね、まあ、13年入ってね、入ってきてから13年ね、頑張ってきてね、まあそのジュニアもみんなに引っ張られて頑張ってきたんだけどね、そのうち今度ジュニアがみんなをね引っ張る風になってね、本当にいろんな思い出がね、もう頭の中すごい、ね、よぎるんだけどね、まあ本当にね、これからの人生本当にね、まだまだ戦いなんで、よりね拍車をかけて頑張ってください。本当にね、お疲れ様でした。すごい、マーさんありがとうございます。それでは中村純也選手より一言お願いいたします。こんにちは、今日僕は話ベテランで手紙に書いてきたので読ませてください。お疲れ様でした、パチパチ、お疲れ様でした、たくさんコメントが来てます。試合終わりですから、この感動シーンで気持ち悪いって言わんで、それが気持ち悪いです。さあ皆さん、ここで本日はこのような素晴らしい舞台を用意してくださったマッハさん、青木さん、関係者の皆様、本当にありがとうございます。僕は3人兄弟の末っ子に生まれ、小さい頃に父を亡くしました。僕たちも母は女手一つで育ててくれました。柔道に明け暮れる日々の中、出会ったのがプライドでした。そのリングで戦うマッハさんに憧れ、マッハ道場に入門しました。いつか母に家を建ててあげたい、それが僕の目標でした。これといって強みがあるわけでもなく、格闘技のセンスがあるわけでもない僕に、マッハさんをはじめ周りの皆さんは支えてくれ、本当によく教えてくれました。お前は泥臭くていいから、相手をゴロ雑巾になるまでとにかく攻めろ、それがマッハさんの教えでした。格闘技しか頭になく、人付き合いもよくできない自分をここまで見捨てずに支え、付き合い、育ててくださったマッハさん、道場の皆さん、関係者の皆さん、最後は怪我をして引退という形になり、一人一人の方にきちんとご挨拶ができず申し訳ありませんでした。この場をお借りして感謝とお詫びの気持ちを伝えたいと思います。本当にありがとうございました。いや、素晴らしい手紙でした。初めて格闘技を母が愛媛から見に来てくれました。家を建てるという夢は叶えれなかったけど、これからは子供たちと幸せな家族になり親孝行できたらと思います。僕を産んでくれてありがとう。そしてずっと支えてくれているパートナーのかなちゃん、ちゃーちゃん、おばあちゃん、あおちゃん、そらくん、家族がいてくれたから、おかげで最後怪我をした辛い気分を乗り越えることができました。これからは家族を守るチャンピオンになるように頑張ります。介護のチャンピオンにもなります。シュートという歴史のある団体で環太平洋のベルトを取ることができました。できたことを僕にとって一生の誇りであり自信です。世界チャンピオンになれなかったことは心残りでありますが、皆さんのおかげで本当に最高に幸せな選手生活を送ることができました。今日はもう一人最後の試合で戦ったソンビン選手が韓国から来てくれました。タンシングワソルコ変合戦が、不器用で無骨な中村ジュニアを応援し愛してくださった皆様、本当にありがとうございました。中村ジュニア選手、ありがとうございました。そして皆様、どうもありがとうございました。今聞いてアメリカ人さん、どうでした？いや、でもこの前ね、僕逃げられたばっかりだから。それでは何が記念写真を見たいと思いますので、皆様よ、手紙読んでください。中村ジュニア選手を中心に手紙しか置いてなくて読むためになったから、あ、もうなんかこの手の辛いなってたから、あ、そうなんですか。撮影をいたします。リング上の方は、ああ、なるほど、そういうことっすね。スタッフの感謝に従っていただきまして、こういうのを並びいただきたいと思います。やりたいですよね。アメリカ人さんがやるってなったら、また皆さんもね、会場に絶対来てくれます。そっと手紙が家に置いてあって、はい、
あの電話番号変えられまして、えいなくなってた。えそれはもう皆さん知ってるの？知ってる。800人してますよ。800人してます。彼女さんの誰？奥さん、奥さん、奥さん。そんなことあったんですか？あったんですよ。そういうこともあって試合に挑んでた。犬死ぬ、嫁と別れる、入院する、体ぶっ壊してな、あの足の指ひび入る。足の指ひび入ってたんですか？俺足。マジですか？それで試合やってたんですか？ここで言う。これ入院してたんですか？これですか？皆様ありがとうございました。全部逆境あるんですね。いや、厳しい。なんて言うんだろう。なんかでも、いや、これ人柄ですね。人柄ですね。いいですよね。いや、なんかやっぱね、自分落とした方が村さんが目立つかなって。はい。いいですね。そのアメジンさんの優しさもまたいいですよね。アメチンさん、その隣に誰もいないって言ってましたけど、今大丈夫です。隣に中西さんいますか？大丈夫です。中西さんいるんで。そうです。こいつ、金欠どっちいや、こいつダメ。ダメなんですよ。何がダメやねん。だって泣いてましたよ、アメチンさん。エビ型だもん。違う。血液型で。わかるだろ、付き合いなかった。まあ。まあまあ。まあまあ。でも見てる人の中でもね、AB 型いると思いますけども。それもでもね、この後ね、ゴミさん VS マムさん、いや、これ楽しみですよ。もう次じゃないですか。そして、はい、原田さん、これもね、それでは楽しみにしてると思います。最後に、謎のジュニア選手の10カウントボンボンを行います。10カウントボンボン、恐れ入りますが、皆様、ご起立ください。僕たちも立ちたいと思います。シュート、環太平洋フェザー級王者、マッハ道場、中村